くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。サラちゃん見てる、くるぶしです。はい、ということで、今日も、元気に元気に、ソロでお送りいたします。はい、今回はですね、音楽ネタ、音楽ネタなのかな、最近ちょっとですね、見た動画の中で気になった動画があって、ノーベルブライトさんという、まあ売れてらっしゃるバンドさんですよね、そのバンドさんがですね、最近ですね、東京タワーの下で、ゲリラ路上ライブをやって、お客さんがわーっと、集まってるというね、動画を拝見しまして、素晴らしいなと、思う次第でございますが、ボーカルの方がツイッターでですね、ゲリラ路上ライブの、予告というか、今日東京タワーで、何時何時にお菓子でも食べようかなという、ツイートをして、ファンの方がバーッと、集まったらしいんですね。まあ言うても、井出くるぶしも、今年で なんと、音楽生活がですね、20周年、ありがとうございます。20周年ですよ、本当に。まあ20周年のこれがですね、同じようなツイートすればドサッとリスナーの方が集まってくれるんではないかと思いまして、今から早速、ツイッターの方にですね、投稿して、同じように人が集まってくれるのか、検証してみたいと思います。それでは行ってみましょう。レディゴー。はい、ということで、今からツイッターでですね、その予告、匂わせツイートを、してみたいと思います。今日何時にしようかな、11時、45分。刻むね。に、上野にしましょう。上野の西郷隆盛像の前でお菓子でも食べようかな。これはちょっとね、これは、まあ音楽ファンの方だったらね、ノーベルブライトさんの動画も見てると思うので、これはね、気づいてほしいな。じゃあ、これ早速、送信してみたいと思います。送信。送信されました。はい。ということで、11時45分に、ちょっと上野の、西郷隆盛像の、前に、これからですね、行って、お菓子でも、まあ、もしね、リスナーさんが来てくれたら、記念撮影なんか、して帰りたいと思います。ちょっとギターは持っていけないんで、そんな感じで、はい、スワマを買います。これをね、最後高野部像の前で食ったろうと思います。はい、ということで、上野に来ました。久々に来たの、これからですね、西郷隆盛像の方に行って、ちょっとね、ちょっと、多分結構なファンの方がいらっしゃると思うので、手ぶらできました。たくさん、スキンシップしていきたいと思います。はい、ということで、最後の高森像の近くにやってまいりました。さあ、さて、リスナーさんどのぐらいいるんでしょうか。来た、久々だったな。経験愛人、はい、ということで、11時45分になりました。誰もいません。ちょっと待ってればね、来てくれると思うので、ちょっとお菓子を食べながら待ってたいと思います。
ふわまちゃん。10年間いろいろなことありましたよ、本当に。いろんな苦労して、みんなが笑顔になってくれて、自分のステージには自信あって、帰ります。今日は、ウルプルビシがソロでですね、上野からお送りしました。まあ結果誰も来ませんでしたけど、なんか自分自身を見つめ直すいい機会になりました。はい、これからももっと応援してもらえるように頑張っていきます。これからもぜひクリシャのチャンネルよろしくお願いいたします。今日はできるでした上野で見合わせツイートしたら100人ぐらい集まるか説お送りしました。ありがとうございます。